ホビットは2012年から2014年にかけて公開されたニュージーランドアメリカ合作のファンタジー映画 JRR トールキンによる自動小説ホビットの冒険を原作とし3部作として公開された監督はピーター・ジャクソン主演はマーティン・フリーマン原作の小説ホビットの冒険は JRR トールキンの小説 指輪物語の前日単にあたり、映画、ロード・オブ・ザ・リングシリーズ3部作を監督した、ピーター・ジャクソンが、本作でも引き続き監督を務めた。ホビット族の青年ビル・ボバ・ギンズの冒険が、一つの指輪の発見や闇の勢力の進展といった、ロード・オブ・ザ・リングに連なる要素を絡めながら描かれた。3D 映画として制作され、ワーナー・ブラザースの配給により、第1部、 思いがけない冒険は2012年12月14日、第2部、竜に奪われた王国は2013年12月13日に公開、第3部、決戦の行方は2014年12月17日に公開された。主人公のビル・ボバギンズ役を、イギリス人俳優のマーティン・フリーマンが、ドワーフの王通リン王権シールド役を、同、リチャード・アーミティッジが務めた。 ロード・オブ・ザ・リングシリーズからも、ガンダルフ役のイアン・マッケラン、ゴラム役のアンディ・サーキス、フロド役のイライ・ジャ・ウッドをはじめ、多数のキャストが参加した。ピーター・ジャクソンによる映画化の具体的な企画は、ロード・オブ・ザ・リングシリーズ成功後の早い段階で、上がっており、待望されていたが、シリーズの利益をめぐるジャクソンと制作会社ニューライン、シネマ館の訴訟問題や、 ホビットの冒険の配給権を握っていたメトロゴールドウィンメイヤーの度重なる財政危機問題ニュージーランド映画産業全体を巻き込んだ俳優組合によるストライキ運動など複数の事情が重なり父として進展しなかったその後これらの問題の解決を経てついに2011年3月より撮影が開始されるに至ったこの間 一時期ギレルモデルトロが監督として決定し、制作プロセスにおいて大きな貢献を果たしてきたが、スケジュールの遅延により調整がつかず事態となった。当初は前後編の2部作として制作が進められたが、本撮影終了後の2012年7月に前3部作となることが発表された。児童向けで分量も比較的少ない原作を壮大な三部作に仕上げるに当たっては、 原作の冒険の背景や、同時期に起こっていた出来事についての記述がある、指輪物語の追放編からも素材が惹かれている。平穏を愛するホビット族の青年ビルボバギンズは、魔法使い、ガンダルフの推挙により、ドワーフ王通りのオーケンシールド率いる13人のドワーフ族と共に、蛇竜、スマウグに奪われた彼らの祖国エレボールと財宝を奪還するため、忍びの者として、 離れ山への冒険に出発する。一行は、道中トロルとの遭遇や多くの襲撃を受けながらも、ビルボ自身の起点や魔法使いラダガストの助けにより、難を逃れ、ムエルフのエルロンドが治める酒谷にたどり着く。酒谷でガンダルフは、エルフの奥型ガラドリエルや魔法使いのチョーサルマンに、対し、ラダガストよりもたらされた闇の勢力の復活の予兆を、愚信する。 酒谷での休息を終え、霧織山脈に入った一行であったが、地下街に住むゴブリンたちにより捕らえられてしまう。一方一人逃れたビルボは、指定湖で、ゴラムと遭遇し、なぞなぞ勝負の果てに姿を消す能力のある不思議な、一つの指輪を手に入れる。辛くもゴブリン街から抜け出した一行であったが、一行の前に、当林の旧敵である、大久保和族が姿を現す。 アゾグに追い詰められ、トーリンまで負傷してしまうが、ビルボがアゾグに果敢に立ち向かい、危機を脱する。それまでビルボに会議の目を向けていたトーリンであったが、以後ビルボに信頼を寄せるようになり、ビルボ自身も一行の仲間としての自信を持つようになる。アゾグから逃れ、闇の森や足を踏み入れた一行は、巨大な雲の群れに襲われ、さらに闇の森のエルフに捕まってしまう。 トーリンの因縁の相手である闇の森の王スランドゥイルの命により投獄された一行であったが、ビルボの一計によりタルに乗っての脱出撃を試みる。急流を下る一行に再びアゾブの息子ボルグ、率いる奥隊が襲いかかるが、一行を追う闇の森の王の息子レゴラスや、護衛隊長タウリエルにより撃退される。やがて湖のほとりにたどり着いた一行は、エスガロスの先導バルドと出会い、 エスガロスの町へ入国する。かつて、エレボールの前に栄えた谷間の国、デールの王族の末裔であるバルドは、スマウゴを刺激し離れ山の奪還を目指す。トーリンを避難するが、一行は、財宝目当てのエスガロスの投了に歓迎され、ついに離れ山へとたどり着く。一方、闇の森の前で一行と別れ、古城ドルグルドゥアに侵入したガンダルフは、 そこでアゾグ率いる多くの大群を目の当たりにし、さらに復活した冥王サウロンに遭遇する。離れ山では、王の証である、アーケン石の捜索を命じられたビルボが、財宝の間に侵入するも、スマウグの目を覚ましてしまう。ドワーフの帰還に激光したスマウグが一向に、襲いかかるが、一行はひるまずスマウグを倒すべく反撃を試みる。しかしながら作戦は、失敗に終わり、 スマウグは、エスガロスの街を破壊しに飛び立っていってしまう。飛来したスマウグによりエスガロスの街は、炎の海と化すが、バルドがスマウグの弱点を射抜き、スマウグは撃ち取られる。エレボールを訪れたバルドは、街の復興に必要な財宝の分け前を主張するが、竜の病に侵され、黄金への執着を見せる。トーリンは申し出を断る。同じく財宝の所有権を主張するスランドゥイルヒキー エルフの軍勢も加わり、ドワーフとエルフ、人間間の戦争が始まろうとしていた。トーリンを正気に戻すため、アーケン石を交渉の道具として密かにバルドに差し出したビルボであったが、真相を知ったトーリンは激高し、ビルボを追放する。バルドはアーケン石を手に、トーリンに和平を呼びかけるも、第2率いる救援のドワーフ軍が到着したことを確認したトーリンは交渉には応じず、 海戦を宣言する。その時アゾグ率いるオーク軍が、サウロンの命のもとエレーボールの選挙を目論み、姿を現す。悪の勢力の登場を前に共同戦線を張る、ドアーフエルフ、人間軍であったが、トーリンだけは、財宝の間にこもり、流される犠牲に目もくれず、黄金を守り抜こうとしていた。仲間にも失望されるトーリンであったが、自問の末、竜の病に打ち勝ち、 戦陣を切って戦場に飛び出していく。死闘の末、アゾグと差し違えたトーリンは、今和の際に駆けつけたビルボに自戒と謝罪の言葉をかけ、静かに息を引き取る。やがて、ドワーフエルフ、人間軍は、勝利を収め、ドルグルドアでもまた、ガラドリエルラがサウロンを、東のモルドールへと撤退させることに成功していた。ここに長い冒険の旅は終わり、ビルボは、 友人通りんとの思い出を胸に、故郷に戻ってきたのであった。ドゥリン1、ナインツー第1スロール、スラインツー通りに、ディース、フィーリ、キーリ、グロールナインダインに、ボーリン、ファリン、フンディン、バーリン、ドワーリン、グローインオイン、グローインギムリ。ホビットは、穏やかで、自然を愛する種族。平均身長は、約1メートルほどで、足の裏は硬く。 裸足で生活する。洞窟などに家屋を作り暮らしている。彼らが好むのは、ごく気ままで平穏な生活で、厄介児を嫌う。その小柄な体と、俊敏さから隠れるのが得意。約100歳ほどまで生き、33歳で成人と、みなされる。ドワーフは、小柄だが頑強な肉体を持つ種族。ホビット族よりは大きい。頑固な気質のものが多い。 鉱石の採掘と加工に長けている。山の祠に住み、約250歳ほどの寿命を持つ。男女の外見的な差異が少なく、他の種族には見分けるのが難しい。エルフは、神々しい姿を持つ気高い種族。他の種族に比べて、精神、身体能力ともに優れている。重度の外傷を負うか、深い絶望に陥るか、闇の力の影響を受けるなど以外では、 寿命などで死ぬことはなく、肉体も一定の年齢まで成長するとほとんど年を取らなくなる不老不死の種族でもある。人間は誘惑や恐怖に屈しやすい精神的な弱さを持つ種族。だが家族や友など自身の大切な存在のためには勇気を奮い立たせ想像以上の力を見せる者も,もいる。他の種族に比べると短命魔法使いは イスタリとも呼ばれる神の世界より使わされし、存在でガンダルフやサルマンやラダガストがこれにあたる。老人の姿をしているが、強い精神と優れた身体能力を持つ。闇の勢力に対抗する使命を帯びている。多くは、かつてエルフ族であったが、闇の力により生まれ変わった種族。醜悪な容姿に残忍な性質を持つ。は、ロード・オブ・ザ・リング三部作からの出演者。 カッコ内は日本語吹き替え版の声優。企画の第一段階、ピーター・ジャクソンとフラン・ウォルシュは、もともと1995年に、コビットの冒険の映画化に関心を示し、指輪物語と合わせた三部作の第一部とすることを思い描いていた。ジャクソンのプロデューサーは、ソウル・ジェインツがコビットの冒険の制作権を持っていたが、実は配給権がまだ、 ユナイテッドアーティストに属していたことを知り、フラストレーションが溜まっていた。スタジオは権利をマーケットに出したが、ワインスタインは権利を買うことに失敗した。ワインスタインは指輪物語を映画化するよう迫った。結局、指輪物語の映画化は、ワインスタインではなく、ニューラインシネマによってなされ、そして、コビットの撮影開始は、権利が切れる2010年に設定された。 2006年9月、UA の親会社のメトロゴールドウィン・メイヤーは、ニューラインとジャクソンと共同で、ホビットを制作することに関心を示した。2005年3月に、ジャクソンは、ロード・オブ・ザ・リングのビデオ及びコンピュータゲーム版からの利益を得る権利を失ったとして、ニューラインを相手とした訴訟に着手した。ジャクソンは明確な決着を求めなかったが、ニューラインが彼からお金を奪ったかどうかを、 確認するよう監査に要求した。ジャクソンは制作に踏み切る前に決着することを望んでいたが、彼は訴訟が重大ではなく、そしてニューラインはまだ自分にコビットを作らせるだろうと考えていた。ニューラインの共同設立者のロバート・シャイは訴訟に苛立ち、2007年1月、ジャクソンを傲慢だと非難し、二度と監督に復帰させないと言い放った。一方で、 ジャクソンの参加を望んでいた MGM の社長のハリー・スローンは企画を中断させた。8月までに社員はジャクソンとの関係修復へと歩み寄っており、私は本当にピーターを尊敬しており、ホビットで彼の創造性が発揮されるのを望んでいると発言した。翌月、ニューラインは要求された会計文書を提供することができなかったために、 裁判所から12万5000ドルの制裁金を課せられた。監督、制作葬式のピーター・ジャクソン。2007年12月16日、ジャクソンがホビットとその続編の制作葬式を務めると発表された。ニューラインと MGM は共同で映画の制作費を調達し、後者が20世紀フォックスを通して北米外で配給する。両映画には、 1> 約1億5000万ドルの予算が組まれており、それはジャクソンのロード・オブ・ザ・リング三部作の創生作品に匹敵する。2008年2月、ニューライン・シネマがワーナー・ブラザースと合併した後、2011年12月と2012年内公開予定が発表された。三部作のプロデューサーだったマーク・オーデスキーも監修を務める。ジャクソンは、 自分の前作と競合したくなかったので監督しない方を選んだと説明した。同月、トールキン財団、チャリティ団体、トールキントラスト、ハーパーコリンズ社らは、ロード・オブ・ザ・リング三部作が、全世界で約60億ドル近い工業収入を上げているにも、かかわらず、62,500万ドルしか分配されていないとして、ニューラインを相手に総収益の7.5%を、 求める裁判を起こした。2009年9月、両者は和解に至った。クリストファー・トールキンは法的措置が必要だったことは残念だが、この論争がきちんとトールキントラストが事前の目的を追求できる満足な条件で解決されたことが喜ばしい。トラストはニューラインによるコビットの冒険の映画化を認めます。と述べた。 デルトロとの企画法的訴訟中でも企画は進み、2008年4月、ギレルモ・デルトロが監督として雇われた。デルトロはジャクソンの三部作のファンであり、2005年に彼とハローを映画化するために接触していた。2006年のインタビューにおいて、デルトロは、私はドラゴン、ホビットが好きで、私は剣と魔法が好きではない。と語った。 デルトロが2008年4月に監督契約をした後、彼が子供の頃にコビットの冒険に魅了されたが、トールキンの他の小説は、思春期前の自分には難しすぎたと感じていたことが theonering.net のフォーラムに投じられた。2008年8月、デルトロ、ジャクソン、ウォルシュ、フィリッパ望遠が共同で脚本執筆に取り掛かったことで、 プリプロダクション開始となった。デルトロはビデオ会議によってジャクソン、ウォルシュ、ボーエンと協力し、3週おきにロサンゼルスからニュージーランドへ飛んだ。デルトロは脚本執筆に朝の時間を費やし、午後は素材を観察して、トールキンの作品を理解しようとした。彼は第一次世界大戦もののドキュメンタリーを鑑賞し、また、 第一次大戦関連物のコレクターでもあるジャクソンに参考となる文献を聞いた。デルトロはトールキンの経験が彼の物語に影響を与えたのだと感じていた。2008年11月にデルトロは脚本人4名は毎週のように物語について新しい何かを理解し絶えず変化していると語った。彼らが映画の構想を最終決定するまでに至った3週間。 脚本執筆時間は1日12時間まで増加していた。2009年の最初の数ヶ月の間、デルトロがウェイだと会うとき、執筆は午前8時30分から始まり、午後3時に終わった。物語のアウトラインとトリートメントの完成は2009年3月に終わり、そしてスタジオは台本執筆開始を承認した。この時点では撮影は2010年の間に、 ニュージーランドで行われ、デルトロは、またまたのホビットショーのセットを修繕する予定であった。ジャクソンは、彼のために三部作で使った酒谷のスケールモデルと、ビッグエンドのセットを保存した。撮影の半ば、セットが2作目のために変更されている頃に、デルトロが編集する猶予が与えられると予想されていた。監督は、撮影に370日を要すると予想した。 ジャクソンは2009年11月末、ホビットの脚本化が2010年初頭まで終わらない見積もりであることを明らかにした。そして、その年の夏の中頃まで制作開始を遅らせた。この発表で映画公開が2011年12月と2012年12月に間に合うか疑問視されることとなった。またジャクソンはキャストがまだ決定していないことも明らかにした。 2010年1月22日、アラン・ホーンは映画一作目が2012年の四半期までおそらく公開されないと発言した。デルトロの離脱2010年、デルトロはプロジェクト遅延のため降板した。5月28日、彼は記者会見にて MGM の財政難のためにコビットプロジェクトがストップしていると説明した。2日後、 デルトロは theonering.net にて、撮影開始の遅れを理由に監督降板を表明し、新監督へスムーズに移行できるようにしたいと述べた。インターネット上では監督する、可能性のある人物が表面化し始め、スタジオはジャクソンを要したほか、ニール・ブロムカンプ、デビット・イエーツ、ブレット・ラトナー、デビット・ドブキンが言及された。 2010年6月25日、映画2部作の監督としてジャクソンと交渉中であると報告じられた。2010年10月15日、ニューラインシネマとワーナーブラザースは、コビットはジャクソンが監督し、3D になると発表した。同時に、2011年2月に主要撮影が始まることが分かった。ジャクソンは、トールキンの中津国の探検は、通常の映画制作とは、 比較にならない経験だ。それは、創造、美、ドラマのとても特別な場所へのオールインマーシブな旅である。と述べた。ニュージーランドでの労働闘争2010年9月24日、本作のプロデューサーが、ニュージーランドの俳優組合との契約を拒否していることを理由に、国際俳優同盟は、現地の俳優たちに出演拒否するように呼びかけた。これに対し、 ワーナーブラザースとニューラインシネマは他の国での撮影を考えると表明し、ジャクソンもまた東ヨーロッパで撮影する可能性について言及した。10月25日、制作中止による経済的損失を危惧したこともあり、数千人ものニュージーランド人がニュージーランドでの撮影継続を単眼するデモを行った。2日後の10月27日、 ニュージーランド政府とワーナーブラザースは交渉の結果、当初の予定通り、ニュージーランドで撮影が行われると、ジョン・キー首相は発表した。その見返りとして、ニュージーランドの政府は、元々の原因であった雇用関連法の改正を約束し、また、本作の宣伝費の援助も決めた。二部作から三部作へ2006年以降、プロジェクトは二部作になると予想されてきた。二千六年、 MGM は、コビットと、ロード・オブ・ザ・リングの間をつなぐ2番目の作品に関心を示した。ジャクソンは、コビットの欠点の一つは、ロード・オブ・ザ・リングに比べて調子が軽いことだ。ガンダルフは、白の会議に出かけ、ガラドリエルやサルマンといった、ロード・オブ・ザ・リングでも馴染みのある登場人物に出会うが、読者はそこで本当に何が起こっていたか知らないと述べ、また、 コラムのモルドールへの旅やホビットショーに監視の目を置くアラゴルンの姿を描くことに関心を見せた。2008年にプロジェクトに加わったデルトロは第2部は第1部の物語を別の視点から再構成するようなものになるだろう。観客は第1部では見られなかった出来事を第2部で目にすることになると述べた。デルトロは制作人はシルマリルの物語や 終わらざりし物語の権利を保有していないため、脚本はホビットの冒険と指輪物語に記述のあるもののみから引用されなければならないと述べた。デルトロはまた、ホビットは分割されずに一つの作品として保持されるべきだとして、第二部にふさわしい物語を書くことができない場合は、ホビットだけを撮影する可能性について述べた。2008年11月までにデルトロは、 原作は人々が記憶しているより、詳細な記述と多くのイベントに溢れており、つなぎの作品のアイデアを放棄し、ホビットのストーリーだけで2つの作品を制作するべきであると考えを改めた。デルトロは物語の分割点として2つの可能性を考えており、その、また第2部は旅の仲間に直接つながるように終わるべきであると語った。 2009年6月に、デルトロは、ビルゴのドワーフたちとの関係性が変化するシーンを、物語の分割点として決定したと述べた。2012年6月30日、ジャクソンは3番目の作品への計画を発表し、コビットは3部作となった。ジャクソンは、第3部は、第1部と、第2部用に撮影された映像をもとに構成されるが、トールキンが、 中津国の物語を拡張するために記した追放編を大いに活用することになるだろうと述べ、追加撮影の必要性にも言及した。2012年8月、第2部が当初発表されていた The AND BACK AGAIN ではなく The Desolation グと解題され、第3部が The AND BACK AGAIN になると公表された。2014年4月24日、ジャクソンは、 物語の内容に合わせて第3部をザバトルオブザファイブアーミーズと解題することを発表した。主要撮影は2011年3月21日にニュージーランドのウェリントンで開始された。撮影はウェリントンストーンストリートスタジオ、またまたの村、その他ニュージーランド周辺の極秘の場所で行われると予想されている。4月、ピーター・ジャクソンは 自身の Facebook 上にて本作を従来の2 4 f p s ではなく4 8 f p s で撮影することを明らかにした。ありがとうございます。